私は全く怖くない。一番恐れるのはこの怒りがやがて風化してしまわないかということだ。もっともらしい嘘をついて嫌な質問を回避するのはたやすい。しかし偽証は最も恥ずべき行為だ。お前ごときにこの鎖は切れん。捕獲完了。地獄につないでおかなければならないような連中がこの世で野放しになっているからだ。ゴンの行動に興味があるね。しばらく彼に付き合ってみるさ。へっ！まずは順調。クズめ、死で償え！獣では私を倒すことはできない。エンペラータイム！うわっ！ヒルアカ、合わせよう。お前の断末魔はうるさそうだ。せっ！今回は私の勝ちだな。行こう。争っている時間が惜しい。うまくいったな。すまないな、ゴン。私の勝ちだ。今だ！はっ！はっ！だが。どこまで走ればいいのかわからないのはかなり心理的負荷となる。せん！やれやれ、読めない相手だ。余力を残して勝てるのはいいことだ。この鎖は念能力でオーラを具現化したもの。そんなものか。参った。降参だ。自己治癒力の強化で感知。そら！やれやれ、手強い相手だ。ふっ！やはり仲間内で戦うしか方法はないのか。人は迷ったり分かれ道を選ぶときには無意識に左を選択するケースが多いらしい。自分の成長を感じるよ。